前は西川Tomihiroです。タイトの職歴はですね、役職は、開発部長になっております。手掛けた作品は、まあテレビゲーム初期の頃なんですけども、サッカーとか、インターセプター、あるいはもっとその前に戻ってですね、メカニカルなゲームをいろいろ手掛けてました。テレビゲームはもう10機種ぐらい、インベーダーの前なんですが、10機種ぐらい作りました。当時スターウォーズがですね、アメリカで公開されるという情報があってですね、まだ日本ではその翌年だったんですけども、宇宙ブームというか、宇宙物がいいんじゃないかなとその時思いつきましてですね、それでじゃあターゲットを宇宙にしようと、宇宙物にしようということ で宇宙人に決めたんです。でその宇宙人のイメージはイギリスの作家のですね、ウェルズという作家が宇宙人を、タコみたいな形にですね、宇宙戦争のですね、形になってるんですよ。あのイメージをちょっといただいて、で、ビットでイメージを出したということですね。で、シリーズとして、タコだからですね、イカだとかカニとかその辺にちょっともじって、何種類か作ってました。これは大変だったですね。一番大変だったのは、まずマイクロコンピューターを使ったということが一番大変で、マイクロコンピューターっていうのは日本ではまだ馴染みがなくてほとんど使われてなくてですね、一番問題だったのはどうやって開発するかという、マイクロコンピューターの開発するということから一番大変だったので、ゲームを作るというよりもそちらが大変でですね、今ではパソコンとかですね、そういうのが非常に環境は揃っているんですけども、当時は環境がありませんから、全部実は手作り で開発装置を作って、ゲームをちょっと作ってみて、またこういう開発装置が必要だということで、開発装置を作りながらゲームを作っていたというのが一番苦労しましたね。そうですね、ちょっと日本と海外と違うんですけども、日本はすごいねという感じですけど、海外は結構オーバーに表現してくれてですね、中にはちょっとサインしてくれという人もいるし、握手してくれとかいう、結構日本とちょっと違いますね。日本ではそうですか、すごいですねというぐらいですけども、ゲームの方のデザインはそれ以前にヒットしたブロックというゲームがあったんですけど、ブロック崩しのゲームがありまして、これがヒットしましてですね、あれを面白みをですね、あれも私ゲームハマったんですけども、このゲームの面白い部分を生かしてなんとか別のゲームを作ってみようかなと思ったのが、別のゲームをコンピューターで作ってみようという一つのテーマがありまして、それが最初のとっかかりですね。ですからターゲットの並びとブロックの並びを、ちょっと見ていただくと、で全部クリアすればいいという、で弾が飛んできてですね、相手が打ってこないけども、ブロックの場合は向こうから跳ね返ってきますよね。それが自分の敵が打っていくという、ちょっと似てるんですよね。イメージはやっぱりブロックの面白いところをですね、シューティングゲーム、シューティングゲーム好きだったんで、まずシューティングゲームをコンピューターで作ってみようという、その発想ですね。当時はですね、ああいったパズルゲームというんですか、テトリスから始まって一連のゲームがあって、あとパズルボブルもありますけども、ああいういわゆるパズルもののゲームがですね、流行ってた時があったんですよ。その時にちょっとインベーダー版みたいにですね、上からこうなんか迫ってくるというような、そういうちょっと発想でどうかなと考えて、あとは回復しようということでちょっと風船という形にしたんですけども、それのところが、とっかかりですね。